驚いた。名簿やくしくも同じノーマル縛りだ。今回はハンナ裕次郎の血を色濃く受け継ぐ計略を持った新カード超活を紹介するよ。計略や指揮後の超絶強化で武力プラス7速度プラス200に陣打効果、敵撃破ごとに武力プラス2兵力プラス20、最も武力の高い敵に向かっていく。効果時間10カウント。三国志大戦のバキコラボカード力を指揮後にした性能。ただし武力上昇値は普通で、元が剣豪やから読むほど白策ではなく、まず一部隊目をどう撃破するかが肝心。黒のニコス剣豪アスペック、計略ともに優秀すぎる武蔵坊弁慶の意見。ぶっちゃけガチ戦性能であちらを超えるのは難しい。腸活は入手しやすさ、計略の個性やハンマー裕次郎感を楽しむのに良い感じかな。試合の方は4部隊に3撃が入ったのが影響してリード。縛りプレイヤーとして絶対に負けられない一戦で先制できたのはメンタル的にも良い流れ。ちなみに敵の最大武力が複数いる場合、距離に関係なくランダムで対象を選んで突っ込んでいくよ。流派発動。見ろ肩。突進。しない。ロンチン。うだ。うお。かく。突進。うだ。それは読め。ロンパ。打ち抜け。空が。赤く。流派発動。こういったカットインの間に計略ロックを源の乗り降りに合わせておいて範囲を表示させとくよ。動画では表示されない。流派発動。おそらく大量リードを取れる場面、ここから僅差になるようなら流派全はたきの試合になると思うから、流派1は忘れないうちに叩いておこうかな。私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。見るがよい、この主婦の覚悟。命乞いはしない。突進。私は撤退などしていない。貴様、貴様。息子を頼む。あと少しで届けかんかったけど、城西流派にがついとるし、リードが大きいから一回壊滅してもいいように安全策で再起を残すよ。
はどうしたらいいの？私は撤退などしていない。王政に転じる。そうせい。ロンスタ。あとは好きなようにやるがよいぞ。槍を恐れぬ最強の軍がそこを通。どけい！うざ！トラッキング！あとは好きなようにやるがよいぞ。うざ！私は撤退などしていない。リュウハ発動。一の方息子を頼む。撃て！助けて！悲しき者よ。戦機解放。王政に転じる。撤退などしていない。王様のうなりだぞ。槍を恐れぬ最強の軍がそこを通。どけい。見るがよい。この主婦の覚悟。先陣は撤退だ。こうやって後出しで誘導されるのは欠点ではあるけど、無コストな軍力よりはコストトレードされた時の代償は小さめ。突進！突進！息子を頼む。踏みつくしてやるよ。空が赤く。ご視聴ありがとうございました。